フランシスクス・コルネリウス・ドンデルスは、オランダの眼科医。ユトレヒトの生理学の教授であり、眼病の権威として、国際的にみなされ、オランダ眼科患者病院を率いていた。グレーフェやヘルムホルツと共に、科学的眼科学の主要な創始者である。ティルブルフで生まれ、ドゥーイズル学校とティルブルフとボックスメールにある、神学校で教育を受けた。 17歳までに、ユトレヒトの軍事学校で医学の勉強を始めた。彼が実験的研究、特に科学の分野への情熱を発見したのはこの時であった。22歳までに、外科になるために、年少の軍隊に入隊した。数年間、ユトレヒトのロイヤル・ダッチ・ホスピタル・フォー・ミルタリー・メディシンで学び、1 8四0年に、ライデン大学から医学博士を取得した。 ハーグで医療官として勤めた後、1842年に、ユトレヒト軍事医学学校の生理学と解剖学の講師に指名された。研究における業績により、自身の科学的研究を可能にするであろうよい、つながりが作られた。その後すぐの1847年に、ユトレヒト大学で解剖学と生理学の教授となった。1847年、 ユトレヒト大学で準教授になり、1862年に生理学の正教授となった。オランダ王立研究所が、オランダ王立芸術科学アカデミーとなった時に、そこの特派員となり、1851年に会員となった。教科書の知識には認知の分野で提供されるものが多くあることを知っていたが、実験が伴えばそれが強くなり、よりが当性を有することもわかっていた。 彼は、抽象的な精神的過程が生じるのに、多くの時間が必要であることを最初に発見した。眼病の研究で有名であり、腱眼鏡を使用した最初の開業医の一人であった。圧乳眼圧計を発明したことや、乱視の治療にプリズムレンズと円筒レンズを導入したとされている。ありがとうございます。